はいどうも、発狂マシンガンの足です。はい、今回は、アプデで強化された選手紹介。まあ、まだそんなに強化された選手、まあ、見つけれてはないんですけど、まあ、今回は、3選手紹介して、1人だけ試合で使っていこうかなと思ってます。ということで、行きましょう。はい、まず1人目は、アンギサー。まあ、まずスキルが優秀やな。ダブルタッチ、インターセプト、ワンパス、シザース、軸足当て、シャペル。バックスピン、スライディング、タックルと。アップデ前のがこれ。元がな総合値78で、レベル上限が31。で、今回、元の総合値が79で、レベルが32ということで、まあ、これは強化やな。CMF と DMF できて、ハードプレスということで、これはいいんじゃない？スキルも優秀で。まあ、育成はいろいろあるけど、CMF 育成もできるし、DMF 育成もできるけど、どっちでもいいな、正直。一応どっちも紹介しておきます。はい、ってことで、まずは CMF ですね。まあ、俺やったらこんな感じかなということで。強いな。ドリブル、パスできて、守備も高くて、フィジカルあって、スピードもあって、これ強くね、アンギサ。はい、ということで、DMF ならまあこんな感じかな。まあもうちょい守備に振ってもいいかな。まあ極端にするならまあこんな感じ。まあどっちでもいけるね。まあ、元から足元あるからまあこっちでも全然いい気はする。通常でこれやばいな。スキルもあって。いやこれ強いな。これはもう取っていいんじゃない？通常で76000GP で取れるということよね。はい、ということで2人目がクバラツェリア。いやーナポリ勢がすごいね、やっぱり。前回のやつがこれ。元の総合値が73で、レベル上限41。で、今回が元の総合値が79。高くなりすぎ。まあ、さすがにレベル条件は下がるけど、いや、余裕でこっちが強い。まず、スキルから。ドロップ、ダブタ、エラシコ。特殊ダブルタッチできるやん。ルーレット、今回。いや、素晴らしいね。はい、ということで、おすすめ育成は、まあ、こんな感じかな。今回アップデされてからやっぱ、スピードぶち抜きが難しくなったから、まあ、スピードそんないらんかなということで、まあ、ドリブルと瞬発を高め。まあ、こっちが大事かな、個人的には思ってます。まだちゃんと分かってないんですけど。いや、強いな。決定力も80乗せてるっていうな。強くね、だってさ、このドリブル能力あって、この決定力あって、パスまで高くて。インサイドレシーバーで両ウィングしかできんっていうとこだけが、まあちょっとあれやけど。っていうのまあおすすめはこんな感じかな。はい、ということで最後は、おしめー。全員ナポリ。もうナポリ勢がすごい。前のやつ、元のやつが総合値79で、レベル条件31。で、今回が、高。元の総合値が81になって、まあレベル上限は29。いやー強いね。はい、ということで、おしめーの育成ちょっとね、難しいね。いろいろな育成の仕方がある。まず一つ目こんな感じ。オフェセン90高い。ドリブルもまあまあ高くて、決定力あって、カーブも70乗せて、スピシュンお化け、キック力まあまあ。フィジカルまで80。いやー強いね。まあキック力も80あった方がいいかなって思う人はまあこっちかな。まあキック力も大事やかな。ちょっと難しいなこれは。でも俺はちょっとドリブル高め方がいいかなとは思ってる。まあ、この押し目、最大レベルでこんな感じね。これ覚えといてや。中間のやつ、これ。中間強いけどさ、匹敵するレベルやんな、普通に。普通に戦えてるで、通常で。育成の仕方によっては通常方が強いっていう場合もあり得るからな。通常、いけるな。はい、ということで、今回は、通常紙面を使って試合やっていきます。今回やった育成の、まあ、感想と、もうちょいこっちの育成方がいいかなっていうね。まあ、今回のやつを使っての感想を、言っていくんで、まあ、最後まで見ていただけると嬉しいです。まあ、育成するときの、まあ、参考にしてもらいたいですね。うん。ということで、行きましょう。Sometimes I don't wanna get drunk sometimes
はい、ということでプレイ集いかがだったでしょうか。で、まあ今回ね、こういう感じの育成でまあ使ってみたんですけど、まあ何試合か使った感想としては、まあもうちょっとドリブルに振った方がいいかなって感じでしたね。まあ別にこれでもまあ全然強いんですけど、まあもうちょいドリブルに振ると強そうっていうことで、まあ今育成するとしたら、使った後育成するとしたら、まあ今育成するとしたらこんな感じかな。まあスピードはまあキック力80乗せたいしな、まあ決定力も85は乗せたいかなっていうことで、まあでドリブルまあ上げて、まあこれ方がいいかな、使った感想としては。でまあ使うならまあワントップ方が良さそう。まあツートップでも全然いけるんですけど、まあワントップ方がなんか良かったかなっていう印象ですね。ということでまあ強かったんで、もうぜひこれ通常で取れるんでね、取って使ってみてください、これ。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。